はい、皆さん、明けましておめでとうございます。はい、2020年もよろしくお願いします。はい。ってな感じでね、はい、2020年始まってきました。始まってきましたね、おかしいか。はい。去年、ちょうどね、1年前、去年はね、これ。このね、アディ缶。アウトレットモール、三井のアウトレットで、このアディ缶とかを買っていったんですけど、今回はちょっとね、都合によるね、アウトレットは行けずにね、ほんまはね、アウトレットのニューバランスとかだって行きたかったんですけど、はい。今回ちょっと都合によりイオンしか、行けてないです。はい。クラシックのイオンショッピングセンターに福袋といろんなセール品を買ってきましたので、皆さんにお見せしようかなと思いまーす。まずね、定番中の定番行きましょうか。定番中の定番。はい。ヴィレッジヴァンガードのね、ヴィレッジヴァンガードの福袋の、なんぼしたかな?これは3000円ぐらいですかね。3000円ぐらいで、なんかね、いろんな種類があって、これはなんか、SNS 映えする福袋って書いてあって、3000円。うん。3200円ぐらいです。はい。早速これ開けてみましょう。なんかわけわからないけど。まずちっちゃい。はい、これ1個目はね、ミニーちゃんの、スイングメッセージ。よく車の人にベビーインカーって書いてあるやつですね。はい。これは別にいらんかなって感じです。はい。2個目は、これ。なんか今、バンデルの、なんか、ですね。ブレスレットか。なんかバンデルってなんか今、ドンキホーテかなんかありましたね。昔バンデルって。今、なんかわからんけど。の、バンデルの、これなんかあれですね。磁石の力でなんか元気が出るやつですよね。つけとって。バンデルのリストバンド。はい。はい、ありました。はい。三つ目がこの、化粧の、化粧道具。うん。化粧道具の、筆です。筆。化粧筆?化粧筆。はい。三つ目、化粧筆でした。はい。これ何?うんこ?全く全部。全部英語。これ絶対子供好きなやつだな、これ。うん、これは、僕的に、いいかなと思いますね、おもちゃで。はい。汚いよな、これ。うんこ?うんこをさ、うんこを多分、すくって遊ぶんでしょうね。何これ、何これ。キングダムハーツの入浴剤?なんか、ついてます。ガリガリ君みたいですね、なんか。これもそん、ああ、めちゃめちゃいい匂いする。ああ、めっちゃいい匂いする。ラスト、おっきいのがあります。ラスト。何だこれ。バンビート?なりきりケンタウロス。なりきりケンタウロスってなんで?これいらんだよ。絶対、30歳の大人がこんなん絶対せんでしょ。なりきりケンタウロスとか。俺30歳になったから、ケンタウロスなりたいとか言って絶対おらんでしょ。ケンタウロス。はい、てな感じでビレッジヴァンガード開けてきました。はい。まあね、面白い。まあ、ビレバンって言ったらね、正直ね、その、ためになるものっていうか、面白いものがね、入ってました、やっぱり。頼られない。来年またね、1万円の買ってみようかと思うんですけどね。これが、ビレバンの、3000円の、福袋でした。はい。これで普通に嫁さんが買ったやつなんで、まあなんか、勝手にぐちゃぐちゃにしたら怒られるかな。勝手に開けたら怒られるかな。はい。まあ、こんな感じのね、嫁さんの、服です。はい。アズールはちょっとね、面白くないと思うんで飛ばします。2個目、
ライトオンで買いました。ライトオンでこのジーパンめちゃくちゃ安かった。これね、ライトオンで買ったんですけど、これね、なんかブラックナンバーっていう種類で、なんかね、この種類は2000円なんですよ。ジーパンが2000円で2個選んだら1個半額になるんですよね。だからまあ僕は1個しか買ってないんですけど、2個買ったら1個半額になります。はい、だから2個買ったら実質1個1500円買えるかなって感じの。はい、こいつ着てみましょうか。はい、よいしょ。はい、こんな感じです。はい、まあね、結構ストレッチも効いててね、ちょうどサイズも良かったんで。はい、全然これ2000円なら良くないですか。はい、まあ僕ジーパンの良し悪しがちょっと分からんんですけど、はい、これがライトオンの2000円のジーパンです。はい、はい、最後に紹介するのは紫スポーツさんで買った上下のスウェットっていうのかな、セットアップ、はい、買いました。これ結構お気に入りです、僕の中。じゃん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 、ニューヨークあ、じゃニューエラのセットアップになりますね。はい、これが下で、これが下で、これが上ですね。はい、こんな感じです。はい、値段が何ぼかな、セールで8000円と8000円、上下で1万6000円ぐらいですかね。はい、もともと1万ちょいしますからね、これもともと。結構ね、なんか店員さんに聞いたら、この種類が2種類あって、普通のまあこんな生地は一緒なんですけど、ニューエラのやつがあって、これ横にね、ニューエラってついてるんですけど、ついてないのがあって、まあ、ついてないシンプルのがいいかなと思ったんですけど、店員さんに聞いたらね、なんかこの横のマーク、なんていうか、ラインっていうんかな、テープ、横のテープがついてるのが最近今流行りらしいんですよね。はい、ああ、私だったらこっちの方がいいですねって可愛い店員さんに言われたんで、こっちを買いました。これも着替えていきましょう。よいしょー、はい、着替えました。はい、こんな感じで、これサイズはね、サイズは XL です。うん、ちょうどいいかなって感じですね。動きやすいし、結構ね、なんかニューエラ肩幅が結構しっかりしとって、なんか動きやすいですね。ナイキとかアジダスより全然動きやすいような感じで、はい、こんな感じですね。はい、僕もね、ニューエラのこれね、セットアップの買うの初めてなんでね。はい、その感じですね。はい、2つで1万6000、7000ぐらいですかね。はい、ってな感じで買ってきました。はい、はい、ってな感じで、元旦にイオンで買いましたね。福袋とセール品を紹介しました。はい、はい、ってな感じで、いろいろ買ってきました。まあね、本当は福袋買おうと思ったんですけど、自分が欲しいやつをね、買った方がいいかなと思いまして、今回は福袋をやめて、福袋はビレバンだけにしました。はい、これニューエラ結構お気に入りなんですよ。これね、ここも書いてますよ、ニューエラって。おすすめですよ。かっこいい。はい。はい、てな感じで今日の動画終わります。皆さん、良いお年をね、2020年もしていきましょう。これからも頑張るので、2020年もチャンケンブログよろしくお願いします。はい、じゃあこの辺で失礼します。バイバイ。